水を 300cc の中に粉寒天を 7.5g 入れて加熱して溶かします。寒天はなんか糸寒天とかでもいいらしいですね。私は粉寒天使ったんですけど、で溶けたら、お砂糖を 525g 入れます。こんな時ぐらい白い砂糖を使えばいいと思うんですけど、買ってくるの忘れたんで、グラニュー糖、我が家の定番三温糖ですけど、それより消費量が怖い。なかなか入れたことのない量を入れてますね。あんことかもね、結構使うんだけど、あんこ以上のボリュームですよ。ちょっと茶色い感じの琥珀糖ができるかなと。それも色ついてて綺麗だからいいと思う。これをよく混ぜて、糸が引くようになるまで焦がさないように気をつけて煮詰めます。これ失敗したらすげえ大変なことになるの、砂糖に対する損失が。そして糖分が怖い。10分ぐらい煮詰めて、ちょっと落ち方が変わってきましたね。トロトロっと、もうちょっとかな、こんな感じでダダーっと。ここで火止めます。でまずこの型に流し込んでいきます。それで余ったやつはこのバットか、バットでも良さそうだな。でもちょっとこれあんまり厚みつけると固まらなかったら怖いな。ちょっとにしといて、あとうちの定番型取りメスティンさんに、今まで数々のゼリーやなんかの型になっていただいた実績があるんで、メスティンさんも。なんか薄茶色の綺麗な飴になったので、これでどうなるか固めていきたいと思います。この辺のあれは固まったらバリ取りするんで、どうせ乾かすんで、このままいきます。泡もなんか綺麗な味になるのかな。
性で紅白糖が1週間乾かして完成しました。カリッカリ、この宝石の形のやつも。あとなんか琥珀っぽい感じになりましたね。逆に三温糖でやってよかったかもしれない。瓶詰めにしておきました。この瓶は消毒しました。